どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルポイントを購入していただくと最大 55% 増量キャンペーンというのが来ておりますので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、こういった形になっておりまして、ポイントメイクイットポッシブルスピンフォーイーブンモアということで、まあこちらね、あの公式サイト見ていただければ、こちらがねぐるぐる回って、あの何パーセントみたいな感じでね、あの表示されるっていった形になっておりまして、今回ですねミステリーボーナスポイントっていった形で、35% から最大多分ねこれ 55% 増量の方がね、ツイッターでいらっしゃいましたので、多分ねこれ最大 55% 増量ではないのかななんていうふうに思うんですけども、もしねこれ以上来ている方いらっしゃいましたらですね、ぜひね教えていただければなと思うんですけども、私はね 45% でした。ですので今回のねこのボーナスポイントキャンペーンですね、人によってねボーナス分違うっていった形になりますんで、まあ、概要欄にね公式サイト載せておきますので、ぜひね皆さん何パーセント増量なのかねチェックしていただければなと思います。で今回ですね、前回のヒルトンホテルポイントのこと時もね言わせていただいたんですけども、今ね円安がかなり進んでおりまして、今日ねまた130円とかねついておりまして、かなりねマリオットホテルポイントね購入するのはね、あの外貨決済っていう風になりますんで、ちょっと条件が悪いんですけども、まあマリオットポイントであればですね、まだねヒルトンホテルポイントに比べるとねかなり使いやすい部分がありますし、またねヒルトンホテルポイント同様ね5泊分ねポイント予約入れていただくとですね、5泊目無料になったりとかですね、現金決済よりポイント購入してね、あの宿泊した方が安い方、またねマリオットボンボイホテルポイントっていうのは各ね、マイルに交換することもできますよね。まあ、こういった点でね、購入される方はですね、まあ、ここら辺であればですね、お得にね、利用することができるっていう風になりますので、まあ、気になる方、まあ、これからね、夏休みとかね、控えておりますので、まあ、そこら辺でね、海外実は行きますみたいな方でね、利用される方もね、いらっしゃるかななんていう風に思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、キャンペーンの詳細ね、いきたいと思います。期間はですね、2022年の6月1日から2022年7月の16日12時59分までっていう風になります。こちら公式サイトを見ていただくとね、ちょっと時間違うんですけども、まあいつも通りですね、日本時間に直させていただいておりますんで、この点はね、ご了承ください。で、今回のね、キャンペーン特典ですね、ミステリーボーナスポイントということで、購入していただく分の 35% から 55% 増量キャンペーンっていった形になります。で今回のねキャンペーンの条件なんですけども、マリオットボンボイホテルポイントっていうのは基本的に2000ポイント以上ね購入していただくとこのボーナスがつくようになっておりますので、まあ購入される方はですね2000ポイント以上ね購入するようにしてください。でマリオットボンボイホテルポイントっていうのは年間のね購入上限っていうのがありまして、年間10万ポイントまでしか購入することができないっていう風になりますんで、2022年に入ってですね10万ポイントまでね購入された方はですね、今回のキャンペーンでは購入することができないっていった形になります。で今回のキャンペーンでポイント購入された方はですね、ポイント付与まで最大72時間がねかかるっていった形になります。でマリオットボンボイホテルポイントはですね、マリオットボンボイのね会員になってから30日経過しないとねこちら購入することができないようになっておりますので、まあ、最近ねマリオットボンボイホテルアカウントね作成された方はですね、ちょっとね参戦できないかななんていうふうに思うんですけども、まあ今ね6月この動画撮ってるの3日なんですけども、まあ今まだ1ヶ月ぐらいありますんで、まあもしねどうしても購入されたい方はですね30日経過してからですね購入するようにしてください。まあマリオットホテルポイントの購入に関して注意事項っていうのはまあ特にないんですけども、まあ私ね数回購入したことありますけども、一応最大72時間って書いてあるんですけども、まあ毎回ここ付与されてるんで、まあおそらくねあのすぐ付与されるのではないのかななんていうふうに思うんですけども、まあ一応最大72時間っていう記載があるぐらいですかね。まあそれ以外にはまあ先ほども言った通りですね、今回のボーナスポイント適用されるには、2000ポイント以上ね購入していただく必要ありますので、この点はね注意してください。それでは次にですね、1ポイントのね購入単価ね出していきたいなと思うんですけども、今回ね 35% から 45% で 55% ということで、多分こういった区切りでね分かれてるのではないのかなと思いますので、一応ね3パターン作らせていただきました。まずね 35% だとこういった形になります。購入ポイントはですね、10万ポイントのところを見ていただきましょうかね。10万ポイントを購入していただくと、1250ドルがかかって、まあ、35% 増量だと
と13万5千ポイント。これの日本円換算が16万2362円。これが1ドルね、私が6月3日にこちら計算した、調べたんですけども、ドル円がね、129.89 円ということで、これね、私がこの台本作った時はね、129円だったんですけども、さっき見たら130円になってたんで、もしかしたらもうちょっと上がってるかもしれないですね。まあこれで計算すると、外貨決済手数料を入れないで162,362円ですね。で 2% でね、外貨決済手数料を入れると165,609円っていう形になります。この外貨決済手数料っていうのは、まあこれクレジットカードでね決済していただくんですけども、まあクレジットカードでね決済していくと、だいたいね外貨決済手数料っていうのはね、だいたい 2% ぐらいね乗ってきますんで、マリオットボンバーはプレミアムカードとかで決済した場合もね、これ 2% 乗ってくるっていう風になりますんで、まあその費用っていう感じですね。まあそれで入れていただくと、1ポイントの購入単価としては 1.22 円ということで、まあちょっとね1円かなり超えてきた感じですよね。まあ今までね、私動画でやらせていただいて、まあここまでね円高す、円安か進んでることはねなかなかないので、 1.22 円って結構衝撃な購入単価なんですけども、まあ35% 増量っていうのもありますんで、まあこういった形に、ね、なりますかね。で次にね 45% 増量だとですね、こういった形になりまして、まあ同じ10万ポイントを見ていただくとですね、変わるのは 45% の増量分ということで、まあ合計のね獲得ポイントだけちょっと変わるんですけども、まあ、10万ポイント購入していただくと14万5千ポイントになって、まあ値段とかね一緒ですね。で1ポイントの購入単価は少し下がって、1ポイント 1.14 円っていた形になります。これでも 1.1 円超えている感じなんですよね。で次にね 55% 増量がこちらになるんですけども、ここまで来るとですね、1ポイントね 1.06 円でね購入することができるっていう風になりますんで、まあ、10万ポイント購入していただくとね、15万5千ポイント獲得できるわけなんですけども、かなりいいですよね。まあ皆さんね、どれで来ましたかね。まあ私は 45% でハマしかと思ったんですけども、ちょっとね私もう動画で言ってますんで、まあもうちょっとしたらね海外行こうかななんていうふうに思ってるんですけども、まあちょっとねレートが良かったらちょっと足そうかなと思ってたんですけども、まあ、45% どうしようかなっていうところですかね。やはりねマリオットボンボホテルポイントはね、ホテルにも使えますし、マイルにも交換できるっていうのはやっぱり強いですよね。特にね今はアラスカ航空ね普通に利用することはね、今のところ解約もね情報出てませんので、本当にアラスカ航空ねめちゃくちゃ使い勝手が良くて、ねマリオットポイント結構交換してね利用させていただいております。まあこういった形ですかね。だから 55% 増量来てる方はですね、まあこれ購入してもねいいのではないのかなと思います。1ポイントね 1.06円以上でね利用するっていうのも、まあ結構ね簡単なのかななんていうふうに思いますし、まあこれからね夏休みとかお盆とかね控えておりますので、まあねどんどん海外行けるね感じになってきてますんで、まあ、ずっと待ってたけど今年7月8月9月とかでねハワイ行きますみたいな方もねいらっしゃるかななんていうふうに思いますので、まあ、そこでね利用していただくっていうのもねかなりいいのではないのかなと思います。またね各マイレージに交換って考えるとですね、まあどういった感じになるかっていう話なんですけども、まあ燃油サーチャージがねかからない、まあ私のおすすめのねアラスカ航空でね考えていただくと、まあ 35% 増量でね考えた時に5万ポイントね購入していただくと、ちょっとまたここで出しておきますけども、これ 35% 増量の時ですね、5万ポイント購入していただくと1万7500ポイントがつきますよね。ですので合計6万7500ポイント獲得することができて、まあこれのね外貨決済手数料込みの値段が8万2000円ということで、まあこれねアラスカ航空のねマイルに交換していただければ、まあ6万ポイント交換しますので2万5000マイルにね交換することができますよね。で2万5000マイルあればですね、だいたいこれが、まあ、東京アジアの JAL のビジネスクラスがね発券することができますんで、まあ、これでねだいたい航空券で発券すると、まあ、20万から25万円ぐらいしますので、まあ、それがね8万いやまあ約8万3000円ぐらいですかね、まあ、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、こうやって考えるとですね、マリオットボンボイホテルポイントね購入していただいて、マイル交換していただいて、ビジネスとかファーストとかね、利用していただくのはね、まあ、かなりね、いいのではないのかななんていうふうに思います。まあこの表ね 35% 増量で計算しておりますので、まあこれが 45% とか 55% とかになればですね、さらにねお得度は上がるっていった形になりますんで、マイルに交換するのはねかなりいいっていった形になりますね。
ということで今回ですね、マリオットボンボイホテルポイント購入ミステリーボーナスポイントキャンペーンということで解説させていただいたわけなんですけども、まあマリオットボンボイホテルポイントはですね、ちょっと円安がねかなり進んでおりますけども、まあうまく使えばですねお得にね利用することができるっていう風になりますんで、まあ基本的にはねあのポイント購入するっていうのは私おすすめしていないんですけども、まあこれからね夏休みとかね お盆とか控えておりますんで、まあそこでねお得に利用する予定がある方であればですね、まあ、購入するのもですね全然悪くないかななんていうふうに思うんですけども、購入するのね高いので、まあどっちにしろ使うんだったら、まあ、お得に使うみたいなね、まあ、そういった感じで利用していただくのであれば、まあ、いいのではないのかなと思います。でまたね先日ヒルトンホテルポイントの時に紹介させていただきましたけども、トップキャッシュバックね経由して購入していただくとですね 2.5% 還元ね取れるっていうふうになりますんで、もしねやり方わかんない方はですね前回のヒルトンホテルポイントの購入キャンペーンね見ていただければ、そちらでね解説させていただいておりますので、そちらもねぜひチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。